皆様こんにちは。今日は恋愛に関係するホルモンのお話をしていきます。私たちの脳はいろいろな感情を生み出します。ドーパミンというホルモンは皆様も聞いたことがあると思います。これは楽しい時や美味しいものを食べた時などに出る物質として有名です。他にもドーパミンのような感情を左右する脳内物質が人間には備わっています。その中で今回は恋愛ホルモンに関するものを解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まずは恋愛ホルモンとはどういうものがあるのかを解説していきます。恋愛ホルモンは人が恋をした時に大量に分泌されるホルモンです。この女性ホルモンの中の代表格がフィニルエチルアミンです。片思いで好きな人と目が合った時やすれ違っただけでもこのフィニルエチルアミンは分泌されます。神経が高ぶり一瞬で恋に落ちるときはこの脳内物質が関係しています。そしてこのフェニルエチルアミンは天然の惚れ薬という異名を持っています。フェニルエチルアミンはチョコレートに含まれる成分です。チョコレートを食べると幸せな気分になれるのはここから来ているそうです。ここ数年で注目されているのがスーパーフードのカカオニブです。カカオニブとはカカオ豆をローストし粗く砕いたものです。ちなみにこれをすりつぶして液状にするとカカオマスといってチョコの原料になります。チョコレートを食べることによって恋愛をしている時のような幸福感やリラックス効果、そして集中力も高めてくれます。もう一つ恋愛ホルモンの中でエンドルフィンというホルモンがあり、これはフィニルエチルアミンの幸福感と違いゆったりとした気持ちよさが特徴のホルモンです。エンドルフィンは脳内麻薬、脳内モルヒネと呼ばれており、このエンドルフィンは苦痛を和らげる作用があり、モルヒネの 6.5 倍の鎮痛作用をもたらします。恋愛以外でこのエンドルフィンが関わっている現象があります。それはランナーズハイという現象です。ランナーズハイとはマラソンランナーが走り続けることによって苦しみがやってきます。しかしその後急に足が軽くなり、いつまでも走り続けることができるような気分になる現象のことです。疲れを通り越すとエンドルフィンが分泌され、ハイの状態になることを指します。恋愛でエンドルフィンが分泌されると、落ち着いた安心感のあるゆっくりとした恋愛になるのが特徴です。しかし、このフェニルエチルアミンとエンドルフィンの効果はいつまでも続きません。次は恋愛ホルモンの寿命は3年というお話をしたいと思います。人類学者のヘレン・フィッシャー氏のベストセラー、愛はなぜ終わるのかの中で全世界を対象にした調査があり、それは結婚して4年後に離婚する傾向が高いということを発表しました。これは脳科学のデータで立証されており、恋愛ホルモンは3年で切れてしまうのが明らかとなっています。恋は盲目状態から目が覚める頃が3年ということです。ではどうしたら好きな人と3年以上長くいることができるのでしょうか。それは自分自身を強くしてほしいのです。相手のことばかり考えて行動すると必ず片方に不満が出てきます。それとお付き合いをしているときに相手の時間を自分の寂しさを紛らわすために奪ってはいけません。お相手と一定の距離を保つことで自分自身に目を向けられるようになります。いかがでしたか。先ほども言いましたが、恋愛ホルモンの効果はいつまでも続きません。違う趣味を見つけてお互い刺激し合える関係になれるといいと思います。皆様の恋愛が末永く続くよう願っております。それでは本日はここで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら。